皆さんこんにちは。今日は着物基礎講座第2回ということで、瞑想の着物かカジュアルの着物か、どうやって磨けたらいいのか、そのことについてお話しさせていただきたいと思います。着物は持っているけど、これを今度友達の結婚式に着ていいものかとか、どうやって瞑想かカジュアルか磨けたらいいのか。ここに綺麗な振り袖がありますよね。振り袖はもちろん瞑想の着物です。それでは同じような柄の着物がたくさんあるのに、なぜ振り袖、他に訪問着とかそういったものは瞑想として使える。そして同じような柄でもなぜこの着物はカジュアルにしか使えないのか、その辺について勉強してみたいと思います。それではまず前回のおさらいです。着物の構造についてまず前回お話ししました。着物はこういう形になっていますよね。そしてこれを分解すると、そして着物を各パーツに分解した図がこちらになります。そして着物の構造には大きく2つ種類があると申し上げました。一つは裏地のついた合わせの着物、そしてもう一つは裏地がついていない一重の着物。その2つの構造についてお話ししましたが、今回は着物を作る生地、その生地の種類に大きく分けて2つの種類があるということからお話したいと思います。前回もお話した通り、着物は幅約38センチ、長さ12メーターの小幅の反物からできています。この小幅の反物に大きく分けて2種類の種類があります。一つは先染め品といいまして、まず糸を染めて、その染まった糸で縦横に生地を織って柄を作る先染め品、もう名前の通りですね。そしてもう一つは まず白生地を織って、真っ白な生地を織って、そしてこれに後から柄を染めていく後染め品、その2種類があります。こちらがその後染め品になります。そして最初に申し上げたこの先染め品ですね、糸を染めてからその染まった糸を織って柄を作る、この先染め品は基本的にカジュアルの着物に分類されます。中には例外になるものがありますが、ほとんどの先染め品の着物がカジュアルの着物になります。だから今回はこちらの後染め品のこちらの生地によってもカジュアルの着物とフォーマルの着物がありますので、その2つの違いをご説明したいと思います。ここに1枚の着物をご用意してみました。こちらはカジュアルの着物に分類されるコモンという着物になります。こちらの図をご覧いただいても分かるように、前の方の生地はずっとこう上がっていって、片山を境に向こう側から反対側に落ちるようにできています。だからもし上向きの柄が前の方でついていたとしたら、ずっと上向きになって片山を境に向こう側から今度は下向きになってしまいます。だからこう見た時に後ろ側は下向きにならないとおかしいですよね。で、そうなるとおかしいですから、こういうコモンの着物というのはこう見ると分かるように、これは上巻きにできてますよね。でもこちらの方は下向きの柄になっている。こういうふうにどちらを向いてもおかしくないように、そういう柄付けがしてあるんです。そしてもう一枚、ここに礼装の着物になる付け下げの着物を1枚ご用意しました。これで先ほどの赤い小紋と決定的な違いが一箇所ございます。それはこういうふうに付け下げの着物は前の方で上向きになっていますよね。そして肩でも上向き、そして肩山からひっくり返しになりますので、後ろの方は反対向きにならないとおかしいんですよね。ところがこういう付け下げの着物は後ろをご覧いただくと分かるように、
後ろの方も上向きに柄がつけてあるんだ。片山を境に前も上向き、後ろも上向き、こういうふうに柄付けがしてある。これを一方付けと呼びます。この一方付けになっているかどうかが礼装の着物かカジュアルの着物か、それを見分ける一番大きなポイントになります。他にも礼装の着物の場合はこういうふうに縫い目で柄がつながるように作ってあります。こんなふうにですね、後ろの方も縫い目で柄がつながるように作ってあります。ここも礼装の着物の大きなポイントになります。礼装の着物としては振袖、留め袖、色留め、訪問着、付け下げなどが礼装の着物になります。と先ほど申し上げたような古文の着物、そして先染め品の、あの代表である紬の着物、そういったものは一方付けになっていなくて略装のカジュアルの着物になる。そこが一番大きな違いです。そこでもう一つ、これは色無地という反物になります。文字通り柄が全然ないので、どちらが上かどちらが下かそれは分かりません。だから色無地の着物というのは礼装の着物でも略装の着物でもどちらにでも分類されます。ただ色無地の場合は背中に一つ紋をつけて格を上げて礼装の着物にするとか、あと礼装用の袋帯という20代後部すぐ礼装用の帯がありますけど、その袋帯を合わせて礼装に着るか、または名古屋帯をしてカジュアルな着物として着るか、そういう使い回しができるんです。それともう一つ、縦縞の着物、それと格子柄の着物、これもどちらが上でどちらが下かは分かりません。しかし一般的に格子柄の着物と縦縞の着物はカジュアルな着物に分類されます。もう一度おさらいしますが、この付け下げのように前の方も上向き、そして片山を境に後ろの身頃も上向き、そういうふうについたものを一方付けと呼び、その一方付けになっているかなっていないか、これが一番大きなカジュアルの着物か礼装の着物か、その差になります。だから他の振袖、訪問着、留め袖など礼装の着物は全部この一方付けにされています。だからどんな高い大島紬でも結城紬でも、紬やまた手染めの小紋とか、そういう小紋なんかも一方付けの形に柄付けになっていませんので、どんな工学費に関係なくそういったものはやっぱり略装の着物になります。お分かりいただけましたでしょうか。そこが一番大きな礼装と略装を見分けるポイントになります。今回は礼装の着物とカジュアルの着物の見分け方についてご説明しました。次回はその礼装の着物にはどんな帯を合わせたらいいのか、そしてまたカジュアルの着物にはどんな帯を合わせたらいいのか、その辺についてお話しさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。